とこにちょうどいい人材が来たわね。人材？何のことだ？別に。ねえキリト、今からフィリアが見つけた温泉に行くんだけど、一緒に来ない？え？温泉？スバルト・アルブヘイムに温泉なんてあるのか？うん、お宝を探してたら偶然発見したんだ。リズが温泉好きだって前に聞いてたから一緒に行くことにしたの。しかも今なら貸し切りで入れるチャンスなのよ。じっくりお湯を堪能できそうだわ。やっぱり普通に攻略してるだけじゃ気づかないような場所なのか。うん、洞窟地帯の怪しげな岩場だよ。その岩の間をかいくぐった先にあったから、まだ知ってる人は少ないと思うよ。ねえ、せっかくだからあんたもって思ったんだけど、どう？俺もいいのか？うん、もちろんだよ。そうか、じゃあお言葉に甘えて。オッケー、早速出発しよう。案内するからついてきて。この岩の隙間を抜ければ、あった！ここだよ！おお、すごい！本当に温泉だ！しかも濁り湯だなんて、なかなか本格的じゃない！でしょ？ああ、ここは確かに穴場スポットだな。それじゃあ早速と言いたいところなんだけど、温泉一つしかないぞ。そりゃそうよ、銭湯じゃないんだから。普通男湯女湯には分かれてないわ。だからこそあんたの出番ってわけ。え？私たちが入ってる間、キリトには見張りをお願いしたいの。ごめんね、キリト。分かりにくい場所にあるとはいえ、一応フィールド内だし、見張りがいた方が安心だと思って。もちろん後で交代するから、お願い！やれやれ、最初からそのつもりか。そういうこと。別に、普通に言ってくれても引き受けたけどな。いいよ、俺はそっちの陰で見張ってるから、まずは二人でゆっくり入るといい。ごめんね、キリト。もともと温泉はフィリアが発見したんだし、堪能してくるといいよ。うん、ありがとう。さーて、そうと決まればお先にいただいちゃいましょう。あー、キリト、くれぐれも覗きなんてするんじゃないわよ。へいへい。それじゃあ、お先に。また後でね。二人とも楽しそうだな。さて、俺は見張りをしつつ、アイテムの整理でもして待つか。よし、こんなもんか。アイテム整理はできたし、あとは二人が戻ってくるのを待つだけ。わかった、今行く。索敵スキルには何も引っかからなかったぞ。もしやハイドスキルをかなり上げてる敵が。リズ、フィリア、大丈夫かって。おおあ、キリト、大丈夫？なあ、まさか足を滑らせて温泉に落ちるとは思わなかったわ。それより何があったんだ？すごい悲鳴を上げてたじゃないか。それなんだけど。まあ、あれよ、ちょっとしたいたずら。いたずら？うん、温泉も満喫したし、
キリトと交代してあげようって思ったんだけど、どうせ呼ぶならちょっと驚かせてみようかなって。なんだって。つまり俺は騙されたということでしょうか。こんなに必死になって助けに来てくれるなんて、さすがキリトよね。そうだよね。すごくかっこよかったよ。温泉に落ちたけどさ。はあ、俺を使って遊ぶのはやめてくれ。お仕事をお探しですか？お気をつけて。今はこういったものがありますよ。余裕だぜ。頑張って。セイ。やっ。セイ。セイ。これで決めてやる。セイ。はっ。テイ。ここからが勝負だ。キリト。下がって回復しましょう。残り体力に気をつけてください。テイ。はっ。これで決めてやる。焦るな。落ち着け。キリト君。熱くなったら負けよ。冷静にね。頑張って。テイ。はっ。セイ。はっ。これで決めてやる。キリト。さすが体力の方。はっ。しまった。はい、これで決めてやる。言われるわけには。キリト君、
に行きましょう。頑張って。誰だい？ああ、あいつに聞いたのか。あいつとは昔一緒に旅をしたことがあるんだからな。行き止まりの洞窟？砂漠中央の男女のことか。扉の見つけ方なら知っているから教えてもいいが、一つ頼みを聞いてもらってもいいかな。おお、ありがとう。頼み事なんだが、このアイテムを持ってきてくれないか。これでいいのか。おお、それを譲ってくれないか。ありがとう。これが必要だったんだ。約束通りダンジョンの扉探しを手伝わせてくれ。俺は先にダンジョンに行っているから、君たちもすぐに来てくれ。おい、レイン、そこにいるんだろ。えへへ。レイン、ああ、この前話してた子ね。相変わらず見事な追跡スキルだな。でもシノン、どうやって分かったんだ。そう、自分でも分からないわ。ハンターとしての動物的勘ってやつかもしれないわね。ああ、それはいいとして、こいつがレインだ。レイン、こっちのケットシーが俺の仲間、シノンだ。はい、よろしくお願いします。ええ、こちらこそよろしく。でも、私たちの後を追うなんて変わった趣味してるわね。まあ、別に攻略の邪魔をしないなら好きにすればいいけど。ごめんな、レイン、こいつ悪いやつじゃないんだ。お、うん、大丈夫だよ。
ゃダメだよ。残り体力に気をつけてください。はい、せいてい、はい、これで決めてやる。てい、てい、はい、てい。すごい、フィエルカレーと言うべきかしら。手の隠し扉はと。あったぞ。わあ、こんなところにあったんですね。この先はかなり強いモンスターがいると思うから気をつけて行ってこいよ。はっ！
か。マナーが切れたのか。私の相手をするには力不足だからね。はっ。てい。とユイって周囲のプレイヤーの座標って把握できるのか。もちろん可能ですが、お教えできるのはパパたちプレイヤーが索敵できる範囲と同程度です。そうだよな。一応やってみますかパパ。ああいや、いいんだ。キリト君、もしかして私のことを探ろうとしてた？レイン、やっぱりいたんだな。うわ、突然何この子。すごいです、こんな近くにいたのに私も気づきませんでした。そうなんだ、こいつのハイドは本当にすごいんだよ。まさにストーキングの神ってやつだな。うははあんまりありがたくないかも。私、ナビゲーションピクシーのユイです。よろしくお願いします。私はね、ストレアよ。種族はノームで、ユイの妹分なの。レインちゃん、チース。ストレアちゃんがユイちゃんの妹分？年齢は逆に見えるけど。それにキリト君はパパって？まあその辺はスルーしておいてくれ。うん？先にボスがいるな。このままボスに挑もう。おうよ、気合い入れていくぜ。このボスは手強そうです。強敵なので気をつけてください。はっ、なんだこれは。
大丈夫だな。頑張って。奥の扉が開いた。中に入ってみよう。風の音が止まったな。外の気流が止まったのかもしれないわね。見に行ってみよう。これを使うか。
てやる。ってやつか。ええ、気を引き締めていきましょう。